はい、どうも、慶次郎です。やってまいりました、アマゴ家の本拠地、月山戸田城です。縁屋おきひさの墓です。おきひさは尼子常久の三男で、父常久と争って敗れ自害しました。はい、現在朝6時なんで、さすがにまだ人はいません。はい、それではどんどん進んでいきます。飯無川が天然の外堀となっております。いや、綺麗な郭です。切り岸も綺麗に整備されております。山中鹿之助の銅像が見えてまいりました。鹿之助は尼子家のお家復興に生涯をかけた忠義の武将です。島根県では山中鹿之助は人気の武将です。
ご視聴ありがとうございました。次回は山中御殿を見てまいります。